ということで、タイ全国一周バイク男二人旅、今よりルーイ県に行ってきたいと思います。ルーイまではバンコクから北に550キロ、片道約9時間で行ける距離ですね。現在は朝の9時なので、だいたい夕方ぐらいにはルーイ県に到着するイメージですかね。はい、それでは今回もルーイ県の紹介を簡単にさせていただきます。ルーイはペッチャブン山脈に囲まれた地域で、未開の自然、涼やかな気候、魅力的な国立公園が点在しています。この地域は山が海のように広がる場所、タイで最も涼しい場所とも称され、訪れる多くの観光客がプークラドゥンやプールアーのような著名な国立公園でトレッキングを楽しみ、息を呑むような景色を堪能しています。プール湾の高地に位置する野生動物保護区では、豊かな森林やサバンナが広がり、多様な動物や野生のランが生息しています。この自然環境だけでなく、北部と東北部の文化が融合した地方文化も魅力の一つであります。そして文化体験を望むなら、ピーターコン祭りが特におすすめです。このお祭りは仏教の信仰や先祖の霊を祀る宗教的な儀式であり、村人たちは奇抜な衣装やカラフルなお面を着用して参加します。さらに地元の村々では高品質の手織りコットンの制作過程を間近に見ることができるため、訪れる価値があります。はい、ということで今回はこのピーターコン祭りめがけて安全運転で行ってきます。ルーイまでやってきました。でちょっとこちらご覧ください。まだピッターコン祭りの会場よりかなり手前だというのに、明らかに交通量が増えてますね。ナンバーを見ると近隣県はもちろん、バンコクナンバーもあり、さすがはタイを代表する奇祭とも言うべきでしょうか。はい、渋滞です。ピーターコン祭りは毎年6月から7月にかけて開催され、仏教の説話をもとにした雨乞いや厄除けを目的としたお祭りです。ピーは霊、ターは目、ポーンは仮面劇を意味し、この祭りのクライマックスは巨大で派手なお面とカラフルな衣装を身にまとった参加者が精霊に扮して、イサン地方の音楽に合わせて街中を踊りながら練り歩くパレードであります。パレードには地元の家族や子供たちから航空会社や通信会社のような大企業、国内外の観光客まで幅広い層が参加し、誰もが飛び入りで加わることが可能です。そのため祭りは非常に活気に満ち、温かな雰囲気で溢れています。パレードで使用されるお面はココナッツの木で作られ、頭上には枝で作った装飾が施された虫胴が乗せられています。また各チームがそれぞれ工夫を凝らした衣装を身にまとい、その創造性が祭りを一層楽しいものにしています。パレードと並行してマスク作りやダンスのコンテストも行われ、参加者や観客にとって見どころの一つとなっています。ナーヘイオ地区に位置するこちらの寺院は500年を超える長い歴史を持ち、その建築スタイルはアユタヤ時代やタイ、ランサン地方、まあ現在のラオスですね、さらに中国の美術から影響を受けています。ラオスのルアンプラ版にあるワットチェンコンと似た外観を持つと評されることもあります。寺院内部には何千もの仏像が回廊に収められており、これらは多くの世代にわたって受け継がれてきた非常に価値の高い宝物です。主堂には仏教の歴史や地元の文学が描かれた壁画も展示されており、訪れる人々に深い印象を与えます。またこの寺院にはルアンポーペットと呼ばれるタイを代表する神聖な仏像が祀られています。
この仏像はタイの歴史と深く関わり、長い年月を通じて地元住民から熱い信仰を集め続けています。この寺院はその歴史的価値とともに文化的な重要性も高く、訪れる者にとっては神聖的な豊かさをもたらす場所となっています。はい、タイとラオスの国境に位置するこの展望台は地上80メートルの位置にあり、歩道の幅は2メートル、全長は80メートルです。スカイウォークは透明なガラスで作られており、中央部には巨大な仏像が設置されています。この展望台はそのスリル満点の体験からタイで最もスリルのある展望台として知られ、ルイ県の象徴的なランドマークとしての地位を築いています。展望台の中央から見ると、右側には壮大なメコン川の流れ、左側にはフアン川が合流する様子を望むことができます。この地点からは沈む夕日が空を赤く染める様子や対岸のラオスの風景を一望することができ、訪れる人々にとって忘れがたい景観を提供します。それあっちラオスだぞ。え？ラオスだぞあっち。どこ？あっち。あっちラオス。チェンカーンに位置するメコン川沿いのウォーキングストリートは、地元のゲストハウス、レストラン、カフェ、ショップが立ち並び、この地域の中心的な通りとなっています。夕方になると地元の料理を提供する屋台が並び、多くの人々でにぎわいます。イサン地方の伝統的な木造建築とラオスの建築スタイルが融合した建物がこの通りに並び、古き良き時代の雰囲気を醸し出しています。訪れる人々は伝統的なお菓子を買って食べ歩いたり、個性的な雑貨を買い求めたりすることができ、リラックスして楽しむことが可能な場所です。このウォーキングストリートは地元の文化を感じられる貴重な空間として訪れる人々に愛されています。ということで、この中でも特に人気レストランにやってきました。ということで、今回もルーイ県を回って個人的に良かったベスト3を発表してまいります。第3位はプークラドゥン国立公園であります。こちらは山頂でオーバーヒートして困っている時に、他のライダーさんにいろいろ助けてもらいました。タイ国内でバイク旅をしていて、これまで何度もトラブルに見舞われていますが、1回も漏れずに全てタイ人に助けてもらっています。タイの皆さん、いつもどうもありがとうございます。続いて第2位はチェンカンであります。特に夕暮れのウォーキングストリートはなんともノスタルジックで良かったですね。おしゃれなお店もあって、また活気もあって、近くに行ったらまた寄ってみたいと思えるところでした。そしてルーイ県を回って個人的に良かった第1位はピーターコン祭りであります。そりゃそうなるわなということなんですが、やっぱり写真で見るより現地の迫力はすごかったです。これこそまさに一見の価値ありでございます。はい、ということで、タイ全国一周バイク男二人旅第33件目としてはルーイ県に行ってきました。残りの件数はあと40件。今回の走行距離は1652キロ、今までの累計距離は 35,810キロとなりました。と、こういった感じで私たち富士は愛車 CB1100 とともにタイの全国を回っておりますので、タイの皆さん、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。応援するよという方はぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。サワディカー。夢見ていますか、この国の
け抜けた同士の使い切られた命に